瀬田駅は、滋賀県大津市大岡屋一丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA26、琵琶湖線の愛称区間に含まれている。現在の瀬田駅の区間の東海道本線が、開通したのは1889年の東海道、本線前通時であるが、当時は、馬場駅から草津駅の間に停車場はなかった。 1900年7月、久留本郡瀬田村は、停心大臣に対し、この馬場駅草津駅間の停車場として、南大海への停車場設置を請願した。しかしこの停車場設置の請願は採用されず、馬場駅神戸駅間の伏線化が完成した、翌年の1903年に、石山駅が先に開業することとなった。結局瀬田駅設置へと話が進むのは、それから、 半世紀近く後のこととなる。瀬田駅設置へ向かうきっかけになったのは、東海道新幹線の建設であった。東海道新幹線は、瀬田町を通過するルートとなっており、1960年に地元に対して立ち入り測量の了解を求めた。これに対して地元は、当時の平均国鉄駅間距離が4トルに、大し石山駅草津駅間が7 7トルで、 あることなどから、測量協力の代償として、世田駅開設を強く主張した。この西岸に加え、当時の東海道本線では、輸送量の逼迫などから1966年から、世田川橋梁工事をはじめとした京都駅、草津駅間の複々線化工事が行われていたことから、この工事と関連して行う形で、世田駅が新設された。この世田駅は、 西岸駅のため、工事費1億1800万円は、地元の瀬田町が引き受けることとなり、企業からの寄付や滋賀県の補助、大津市の主催によってまかなわれた。また、駅新設に伴い、大津市による、瀬田駅前の土地区画整理事業が、瀬田駅が開業した1969年から1977年にかけて実施された。瀬田駅と、 駅前広場の敷地は茅野の神社の境内地の一部であった。境内地は東海道本線の設置で2分され、さらに駅設置により、神珠の森は駅前広場となり消滅した。ちなみに、東隣の南草津駅は1994年9月4日に開業した。ホーム島式ホームに目に温泉を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。 ホーム油校長は12両編成になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。株式会社 JR 西日本交通サービスによる業務委託駅で大津駅が当駅を管理している。移行か利用可能駅。上表の路線名は旅客案内上の名称で記載している。日中時間帯は普通が1時間に4本停車する。 長時間帯は本数が多くなる。2019年度の1日平均乗車人員は18,224人である。滋賀県内では南草津駅、草津駅、石山駅に次いで第4位。琵琶湖線内の新快速が通過する駅では第1位で停車駅である舞原駅、彦根駅、野戸川駅、安駅、森山駅、大津駅よりも多い。 滋賀県統計所によると、近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。表玄関として機能しているのは南口。北口は神社が正面にあり、換山としている。市医科大学や龍谷大学、東大津高校へは、南口からのバスを利用する。バスターミナルは駅の南口にあり、大見鉄道と低山湖南交通が発着している。 ありがとうございます。